おっとっと。まあ、正直このトレードはね、あんまりその盛り上がるトレードじゃないけど、そう、前回の終わりにね、中継ぎ陣をね、正直強くないよ。正直強くないけど、楽天枠誰かトレードしたいなっていうのと、あとちょっと中継ぎで250以上の選手を、なんか入れたいなって、別に敗戦処理でもいいから。なんか中継ぎ250以上で固めたいなと思ったから、取ったんよ。で、ヨーカは多分使う機会ないなって思ったから、ヨーカと差しでトレードできるやつって探したら、もう福山が限界だった。サブちゃんが。まあ、俺はね、サブちゃんが頑張ってた頃知ってるからね。まあ、敗戦処理がメインかもしれないけど、敗戦処理とかビハインドがメインかもしれないけど、サブちゃんにね、サブちゃん俺は期待してるから。